ガチンコマチョクラブをご覧の皆様、今回はね、動画の方をミスターエムさんが送ってくださいました。今回は椅子を使って自重でね、この腕立て伏せみたいな形で胸を鍛えるっていう動画だったんですけども、1分でしっかりとできるので、やっぱりね、ちょっとした隙間時間に試してみてはいかがかなと思います。特にオフィスワークとかね、デスクワークをされている方、こういう方は運動不足になりがちですんで、椅子をね、使って、ちょっとこう周りの人に見られたら恥ずかしいですけども、お一人でね、私みたいに自宅でされてる方っていうのはちょっとした隙間にできるんではないかなと思います。で、今回ですね、ミスター M さんの体がちょっとね、こういうふうに引き締まってるように見えたんですけども、もう最近そういうふうに見えるんですけども、ミスター M さんが一番気にしてらっしゃる体の部分はどこかなっていうふうにね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですよ。で、多分ね、私と同じなんじゃないかなと思うんですけどもね、私もね、ちょっと気になる部分がありまして、ここがね、何としても落ちない、何としても落としたいんだけども、非常にね、トレーニング苦しいんで、なかなか行き渡らないんですよね。もしね、一緒だったら、嬉しいなっていうか、嬉しいっていうかね、複雑なものがありますけども、私の場合はね、ここなんですよね。ここのね、お肉がね、なかなか取れないんですよ。一番取りにくいところかもしれませんけどもね、胸っていうのは割と早めに、こう、まあ、ボコッと出てきたりとかね、腕っていうのもかなりね、早くつくんですよね。まあ、ですんでね、ここのね、ここのブヨブヨとしたところ、ここの腰といいますか、どこですかね、この辺がね、なんかおへそ周りがね、なかなか落ちないんですよね。今度よろしかったら、おへそ周りを落とすためのちょっとね、効果的なトレーニングを教えていただけるとありがたいんですけども、皆さんもそう思われませんかね。もしありましたら、よろしくお願いします。それからミスター M さんが気になってる部分がありましたらね、こっそり教えてください。それでは本日は以上です。失礼します。